今年、芸能界に最も影響を与えた人物を一人選ぶとすれば、カウアン・オカモトの名前は確実に上がるだろう。先が見えない暗闇の中で、実名、顔出しでジャニー喜多川氏からの性被害を告発したことは、想像を絶する決意が必要だったに違いない。カウアンさんの告発が端緒となり、旧ジャニーズ事務所は正式に性加害を認め、今年は芸能界全体が大きく変わった1年だった。そんなカウアンさんに今年を振り返ってもらうとともに、東山喜乃氏や藤山ジュリー景子氏との極秘対談や未だに続く誹謗中傷の実態などを聞いた。10月中旬、カウアンさんにスマイルアップ、社長の東山喜乃氏サイドから連絡があった。話がしたいという東山氏の要望を受け、カウアンさんは都内某所に赴き、そこで東山氏と1対1で極秘面談を行った。その日は、NG 記者リストで物議を醸した旧ジャニーズの2度目の会見日10月2日から約2週間が経っていた。面談したのは、都内の貸し会議室のようなところでした。東山さんとは、初対面です。スマイルアップ、側からは東山さん以外に2人いましたが、ちょっと席を外してもらい、部屋の隅に移動してもらいました。東山さんと僕だけ、同じテーブルに向き合って、約1時間、1対1で対話したんです。謝罪もありましたけど、腹を割ってフランクに話せました。意見交換もできたし、会見でも出ていないような話もありました。10月2日の会見では、東山氏はジャニー氏の性加害をいつ知ったのか、自身がセクハラのような形で性加害に加担したことはなかったか、などを記者たちから追及された。僕の性被害については、東山さんから何も聞かれませんでした。逆に僕から、東山さんに事実確認をしたくらいです。東山さんはジャニーさんとどういう距離感だったのか、性被害についてどの程度知っていたのか、細かいディティールも聞きました。東山さんがどう答えたかは言わない方がいいと思いますが、いろいろと話したことは事実です。僕が出演していた舞台を東山さんも見ていたみたいで、あの舞台の俳優はカウアンだったのかと驚いていました。昔のジャニーズはこうだったね、みたいな思い出話もしました。東山さんは僕の生い立ちがすごく気になっていたみたいです。うちの両親はブラジル出身なのですが、東山さんはご両親の教えがすごかったんだね。お母さんはタフで厳しい人だねと言っていました。東山氏は年内で芸能界を引退し、スマイルアップ。社長に専念する予定だ。東山さんは引退して頑張ると言っていて、その時点ではまだ、エージェント会社の社長にも就任する意気込みでした。どういう気持ちで、引退を決心したのかという話も聞きました。誰も手を挙げない、やりたがらないような役目を背負ったのはすごいと思う。僕の記者会見や取材記事をいろいろ見てくれていたみたいで、すごく共感する部分もあるよ。若いのにしっかりした意見があるし、あえて良かったと言ってくれて、最後はお互いに頑張ろうと言って別れました。旧ジャニーズ事務所のもう一人のキーパーソンである藤島ジュリー景子前社長ともカウアンさんは会っている。今春、まだ旧ジャニーズが会見を開く前にジュリー氏サイドから連絡が来て、直接会うことになったという。ジュリーさんとも初対面でした。僕が苦しい思いをしてきたことについて謝ってくれました。会う前はジュリーさんに対して怖いイメージがあったんですけど、意外にもほんわかしていて優しい感じの人でした。彼女にとって、自分の叔父が未成年に性加害をしていたという事実は、やはり一番ショックが大きかったようです。事務所のタレントを守りたい、居場所がなくなっちゃうのは良くないよねと、タレントを守ろうという思いも感じました。その時はまだ、ジュリーさんも僕も今後どうなるかわからない状況でした。でも僕は面談の中でちゃんと顔を出して事件と向き合った方がいいですよとジュリーさんに伝えました。それから約2週間後の5月14日、ジュリー氏は顔出しで、謝罪動画と文章を公開した。ところで、カウアンさんはジャニーズ性加害問題当事者の会には入っていない。告発の第一人者とも言えるカウアンさんが、当事者の会に入らないのは、何か理由があるのだろうか。会に入っても、被害に遭った時期や程度も違うし、シビアな話だし、そこを僕は一緒にやる必要は感じないんです。当事者の会のメンバーの方から誘われたこともないですね。だけど、僕は彼らも尊重しています。一人では声を上げられない人たちもいますし、その声をすくい上げて、平本淳也代表など対外的に発信できる存在もいる。僕は一人で全部喋っちゃうから、まあそこは大丈夫というか。SMILEUT はホームページの被害補償特設サイトで11月22日、11月20日時点で受付窓口に性被害に関する補償についてご連絡があった方は834人。年、性被害の確認が取れたとされる35人に対して補償内容を通知したことを公表した。カウアンさんは被害者救済委員会に申告をしたのだろうか。申請が始まってからすぐにしました。あとは弁護士に任せようかなと思っています。僕の弁護士とスマイルアップ、側の弁護士、プロ同士で話し合ってもらいたい。お金の絡む補償や法律的な話は、弁護士同士ですり合わせてもらいたいですし、そのさじ加減は任せています。
前代未聞で前例もないことなので、みんなそれぞれが手探りの状態でやっていると思います。被害者をめぐっては痛ましい事件も起きてしまった。11月14日、ジャニーズ性加害問題当事者の会のメンバーの男性が自殺していたことが報じられた。カウアンさんは X 旧 Twitter でこうつぶやいた。僕が一番恐れていたことが起きてしまいました。どうか皆さん慎重に愛を持って発言してください。ご冥福をお祈り申し上げます。告発後、カウアンさん自身も誹謗中傷にさられたという。誹謗中傷は今でもあります。嘘つきという中傷は告発当初からあったんですが、途中からはやばいねとか。性被害が認められたら認められたで、今度はジャニーズを壊したというものもあり、いろいろです。日によっては、そういう言葉にぐさっとくることもありますよ。だから、あまり見ないようにしています。それ以上に応援してくれる声の方が大きいですから。今後、旧ジャニーズ事務所はタレントのマネジメント業務を担う新会社を設立させる予定。新会社の社長には、コンサルティング会社スピーディの福田淳社長の就任が有力視されている。僕は、福田さんがどういう方かは知りません。ただ、僕自身、芸能界ではいっぱい邪魔をされてきたし、古い芸能界の体質を変えられる人であれば、僕も応援したいです。エージェント契約を結ぶか、今のところはないと思います。僕は心でしっかり分かり合える方とやっていきたいです。